こんにちは、こんばんは、おはよう、れいです。何本かですね、久しぶりに GoPro、ね、GoPro5、ヒーローブラックですね。そちらの方で撮影したんですけども、やっぱりね、いまいちね、音が良くないね。なんかちょっとこもってる感じがしたりするんで、で、なんかね、この音拾うところが、なんか蓋がかかっちゃってるのかな？なんか、まあ、もともと防水機能の、カメラだからね。防水カバーとかいらないで、カメラのまんま、水の中ドボーンってつけても、まあ、OK みたいなやつで、だから、音を拾うやつが中に入っちゃってるんですよね。だからなんかね、こう、一回フィルターがあって、音が、まあ、録音されるという形になるので、まあ、あまり音は良くないねっていうところで、やはりね、また、スマホで撮ろうと思いました。エクスペリアですね、俺のやつはね。1個前になるのかな、もうね、型がね、5G のやつですけども、まあ、5G だからって、ね、何か違うのかって言ったら、別に 5G じゃなくても、普通に生活する分には問題ないので、まあ、たまたま、ね、新しい機種がそうなってたから、まあ、契約してしまったというところなんですが、まあ、それはいいや、そんなことはさておき、結果的に、今回ね、1月の最後の土日でした。で、彼女とね、またお出かけどうなったのかと、デートの方どうなったのっていうところで、まあ今週はちょっと残念ながら、向こうはね、お仕事ありましたので、まあ会わずというところで、まあ日曜日会ってもいいんですけども、ちょっと俺の土曜日の、ね、病院の結果があまり芳しくなかったので、まあ一日ちょっと引きこもりという形で、ね、今後のこともいろいろ考えなきゃいけないので、で、引きこもりしながら、車のね、BGM 用ね、あくまでも個人で楽しむように、まあ音楽の方ですね、ダウンロードしたりとか、ミニディスクにね、そこへ保存したりとかですね。で、ナビの方で聞けるように、まあソフトで、まあ、変換作業とかですね、ぼちぼちやっておりまして、そして、まあ動画のね、編集も少しやってましたんで、まああらかた片付いて、あと1本、まあ週末分あげるかなっていうところで、で、これ今日撮ったのは、まあ明日、月曜日ですね。今、日曜日に撮りまして、なんでこれやってるかって言ったら、ザ・ノンフィクションの方で、またね、違うテーマのものがあるので、まあ、その日曜日の放映の、まあ、感想みたいなのをずっとやっていこうかなと。そのね、月曜日分はね、月曜とか、そういうのやっていこうかなっていうところで、で、まあ、婚活ネタとかっていうのも、ね、相変わらず、まあ、少し混ぜながらと、もう自分はやってませんけどね。いや、混ぜながら、あとは自分が体験したこと、婚活やっていてね、自分が実際経験者ですから、その中で気づいたこととか、またはそういった、まあ、コラムについて、で、こういうとこ、あ、いいね、みたいな、これはもうちょっとあれだね、とか、っていうのもいろいろやっていこうかなと。で、また山歩きとか、釣りの動画もね、ぜひやりたいなというところなんですが、まあもうちょっと今体調の部分があるので、まあそこを少しやりながら、まあ、2月のね、半ばぐらいかな、半ばぐらいもう一回ボード行きますので、これは確定になってます。もう行きますんで、3連休のところでね。で、あと1回、2回、ね、ボード行ければいいかなというところで、まあ1回は行く、あと全部で2回か。全部で2回は行かなければならないので、まあ、早割りのね、チケットも買ってるしというところと、で、繁忙期に仕事の方がね、入ってきてしまってるんで、まあ、体調の方とすり合わせをしながら、自分のね、体調管理をしながらというところになりますので、で、まあ、その辺でね、まあ、彼女の方からもいろいろ心配を、されまして、いろいろ気遣い、まあ、してくれてると。で、まあ年齢がね、上がってくるといろんな皆さん病気とかね、もうされてる方、これからなる方もね、いらっしゃると思うんですよ。もうこれはね、避けて通れない道、人間って消耗品だからね。で、まあ実際彼女の方もね、まあとある、まあ大病ではないですけども、そういうね、何か、まあ一回経験されてるということなので、まあお互いにね、なんかこう、気をつけながら生きていこうね、みたいなね、形はね、言ってくれてますんで、
で、まあ、今回ね、今週は会ってないんですけれども、毎日一応 LINE の方はね、来てますんで、で、特に、ね、何かね、こう、ね、揉めたりとか、向こうがこうね、テンションダウンしたとかなんとかっていうのは特に全くないです。いつもの平常運転ですね。まあ、平常運転が一番幸せなのかなと。何事もないことが一番幸せなのかなというところもありますね。だからもう、なんていうんですかね。いて当たり前の存在って言い方もおかしいんだけど、まあそれが日常の風景なのかなっていう形にはなっては来てますね。まだね、まだお付き合いしたい始まってばっかりですからね。よくわかりませんけどね、そこはね。まあどうなるかが、どうなるかはわかりませんけれども、まあいい方向に進む形を取りたいなというのはね、思っております。まあいろいろとね、先々のこともありますんで、まあ焦っても仕方がない部分と、ただ決断はしなければならない部分とかね。あとはどういった方向性でね、行くのかっていうのは毎回ちょっとね、うざいぐらい言ってますけれども、本当にそこなんですよ。で、この、なんだろう、一つの道筋だけじゃないんですよね。もう一つの道筋もあるので、まあそちらでも行くなら、行くなりの、そのスタンスというのをね、取らなければいけないので、まあ、早くですね、まあ、暖かくもなって動きやすい、ね、時期になるとかですね。あとは俺も繁忙期がなんとか過ぎてくれれば、いいかなというところで、まあ、かなり、まあ、見えないところでですね、まあ、皆さんがもちろん知らないですからね、俺の仕事とか、そのね、どのぐらい残業をやってるとかっていうのも、ね、知らないですけども、まあ、もともとのその、まあ、健康な人が例えば、そうだね。健康な人が60時間、70時間残業やった感じになってるのかな。今、俺40時間なんですけど、同じ人間でも、その、ちょっとハンディキャップがありますんで、で、そこを、そう、例えるだね。わかりやすく例えるならば、そんな感じですね。人よりもちょっとダメージが、どうしてもでかくなって帰ってくるっていうのがあるんで、まあ、これは会社側もちゃんとこれ、話してあるんで、で、その上で、まあ俺の方は採用はされてますんでね。で、特に何か嫌がらせを受けるとか、勝手に転籍されるとか、そういうのは一切ありませんので、窓際に追いやられるとかね。そういうのは一切なく、逆に、なんかやばい担当の ね、その案件だとかをちょっとやらされてたりはしますんで、まあ全員がね、全員やってるんでね、それはね。それゼロだったんだけど、みんななんか何件か持たされてて、まあ俺もその1件2件ちょっとやばいのが入ってきたり、してますんで、だからみんなと差別なく、平等に、まあ、仕事を行われてるというところですね。ただあんまり無理しても自分の人生先長いですからね、まだね。で、社会人人生はもう短いですから、あまり、なんだろうね、躍起になってやるのは、まあ自分のためには良くないかなっていうね。その先の人生の方が長いですから、まあどうやって生きていくかなって、そういうことも今考えながらやっているという状況ですね。だから、別に彼女にうつつを抜かしてるとかじゃなくて、それだけは全てじゃないですから、それはそれで男として今、なんかね、こう、プライベート充実みたいなところもやりつつ、で、仕事は仕事で、もう終盤戦になってるんでね、年齢的にも終盤戦なので、まあどうやって渡り歩いていくかというところで、まあ今のところでどう落ち着くか、ね、もうちょっとこう、何か変換できるものはないのかなっていうのが、模索もしながら、なんかそっちが今ね、忙しい感じかな。どっちかっつったらね、どっちかっつったら、まあこれからの自分の仕事に対しての部分ですね、どうやって生きていくかと、この向き合って、で、まあそのハンディキャップの部分を、どうカバーしてって、会社はカバーしてくれないんで、結局自分の身っていうのは自分で守んなきゃなんないというところがあるんで、まあそこをうまく、なんていうのかな、こう、まあ、弾かれないようにしながら、まあそこでなんとかね、まあ生かさず、まあ殺さずじゃないですけど、まあ使っていただけるなら、まあいいかなというところで。やっぱりその辺ね、なかなか難しいと思うんですよ。で、そこは、ね、何か、まあ最悪の事態も考えなきゃいけないので、
まあ、あとね、まあ、十何年ありますけれどもですね、もう後半戦になってますからね、どう切り抜けようかなというところで、どっちかというとそれが悩みだよね。仕事の面が、ちょっと悩みかなっていう、今ね、自分の中で一番ダメージ食らってるのはそこかなっていう。まあ、これはどうにもなんないですからね。どうにもなんないので、だから、なんだろうな、治るもんだったらいいんだけど、もうそうじゃないっていう部分があるので、まあ、うまくね、人間やっていくしかないというね、ところもあるんで、まあ、皆さんもね、いろんな、そういうね、病気だとか、持病を抱えてる方もね、いらっしゃると思うんですけども、あまり、こう、卑屈にならず、やっぱり主張するところは主張する。あとは、無理強いされるんであれば、拒絶するということもやっていかないと、本当に自分自身が死んでしまいますんでね。で、ここだけじゃないですから、その今だけの仕事ではないので、仕事というのは。その後もまだね、もうちょっと働かなきゃなんないじゃないですか。定年退職をしても、すんなり辞められるっていうわけではないので、数年間は、まあ、アルバイトなりなんなりで、ね、やんなきゃなんないっていうのがあって、まあ、年金受給の年齢までなんとか、まあ、するかな。65で俺はもらおうと思ってますんで、まあ、どんなに貧乏だろうが、65で受け取ろうと思ってますんで。まあ、あとはね、どうなっていくのかなと。まあ、それまでに、ね、彼女との関係性だとか、そういうのがあるので、まあ、一番はでもその、ね、仕事の面かなというところで、次にその彼女とのこと、ね、それをなんとか、こう、方向性ちゃんとつけていくという生き方をしていくというところですね。まあ、ちょっとこのね、暇な、日曜日にいろいろ物事を考えさせられるところもあり、で、ダウンロードの作業もすげえ忙しくてめんどくさかったんですけど、まあ、大量に、音楽も仕入れ、音源を仕入れて、で、動画の方もね、動画の方は土曜日の夜、まあ、編集 C の、で、アップロードの予約も C ので、またね、2月、まだ1月終わってませんけどね。1月の明日の月曜日から、2月の金曜日の分ぐらいまでは全部、まあ埋めてという形になりますんで、で、今回月曜日の放送にこれを流すという形になりますんで、今回は引きこもって彼女とも会ってませんでしたよということで、で、ザ・ノンフィクションの方の、まあ、感想の動画やろうとしたんですけど、今回はマラソンで潰れてましたね。まあ、ちょっとね、また番組の方を楽しみにしつつ、そして、まあ、前回の南さんっていうのね、方が、まあ、いろいろ反響があって、で、そこの、ゆうさんっていうね、ME の、結婚相談所 ME の、ゆうくささんという 代表の女性の方も動画やられてるんで、その動画とかで、まあ、その時のドキュメントじゃねえや、ノンフィクションの、なんかね、番組の話とかですね、その彼女、ね、結婚したい彼女、ね、っていうタイトルで、サブタイトルか、あれ、タイトルなのかな、やってましたけれども、その件について何か語っているようです。俺まだ見てないんですけども、まだね、見てない方は、一応ザ・ノンフィクションの過去の番組のやつをね、まあ、なんかでネットで多分転がってるのか、どっかで、有料で放送されてるのか分かりませんけども、まあ、絶対見た方がいいと思います。面白いと思いますよ。で、婚活クルーズっていうクルーズ船に乗ってくね、船で旅する婚活もあれリアルで、本当はリアルタイムで見たかったよね。2019年なんで、もう最近のはやってないみたいで、また2022年その後みたいなので、まあ、やっていただけると面白いのかななんて思ったりしてますね。個人的には心待ちにしてるんですけど、みんなね、そこのクルーズ船で知り合ったカップルたちが、まあ、どうなっているのかと。ちゃんと成婚したのか、それとも別れてしまったのか、はたまた新しいパートナーをお互い見つけて、ね、成婚なり、恋愛なりですね、しているのかというところで。で、相談所のね、この相談所の前、あ、言っちゃう、危ない、言いそうになっちゃった。ME のユークサさんっていうのは、今までのね、K さんとか、若い方の K さんと年配の K さんって結婚相談所のね、YouTube やってる女性2人いますけど、
その方たちよりも、まあ、確かに効率的かつシンプルな考え方だったりとかですね。で、カウンセラーとしてその会員様にアドバイスするっていうのも結構的は得てたり、そしてその逆に言えば自分の意見が絶対だよっていう言い方でもないという。だ、例えばもう苦労してでもいいからピンときたこの人と結婚したいってなったら、それはそれでいいというね、そういう、まあ、柔軟性を兼ね備えた女性のね、経営者の方なんで、で今娘さんがね、そこで一緒になって働いてるようですけども、もうね、娘さんに今からずっと任しておいた方が俺はいいんじゃねえかなと。あとチャンネルもね、動画の方もね、そういうので、まあ若い女性の方がみんなね、男どもはみんな騙されて見るだろうからね、いろいろ、いろんな意味でね。うん、で、結構美人さんなんですよ、娘さんがね。だからこれから、ガツンと伸びてくんじゃねえかなというふうに思ったりしますね。で、企業案件お待ちしてますんで、ね。まあ僕はあれですよ、成婚はしてませんけれども、いろんなカップリングだとか、ね、あとは、まあ、数も多くないですけども、婚活パーティーとか、そういう婚活イベントの方には行かさせていただいた、ね、経験もありますので、まあ、そこで、まあ、感じたこと、現場でね、生の現場で感じたこと、思ったこと、で、こんなひどいこともあったよとか、こんな楽しいこともあったよっていうのは、誰よりも、生の声で語れると思いますんで、ぜひ、企業案件お待ちしております。底辺 YouTuber ですけどね、お待ちしてますね。まあ、気になった業者さんの方は、Twitter の DM の方にね、送っていただければ、企業案件、ぜひですね、お受けさせていただきますんで、若輩者ですが、みたいな。あまりメリットねえか。俺と絡んでもメリットないか。まあいいや。まあ YouTuber なので、一言言ってみました。 それでは、皆さんごきげんよう。楽しい週末過ごせましたでしょうか。それでは、じゃあね。